ミランは、フォードが製造、マーキュリーで販売していた普通乗用車である。2005年2月に開催された、シカゴオートショーにて公開され、同年10月に販売が開始された。販売成績が振るわなかったミスティークの光景に相当する車種である。松田が開発を手掛けた、フォードシ d ー3プラットフォームを採用しており、姉妹車である、フォードフュージョンの高級仕様の位置づけであるとともに、 マーキュリーのエントリーモデルとなっている。デザインはヘッドライトやテールレンズのデザインがフュージョンとは異なりターゲット層を意識したマーキュリーらしい落ち着いたデザインを持っている。搭載されるエンジンはベースとなったフュージョンと同じで 2300cc 時価 4DOHC よび 3000ccv6DOHC である。時価4モデルは5速 MT と5速 AT を 選択可能で V6 モデルは6速 AT のみ。2008年12月に開催されたロサンゼルスオートショーにて2010年型モデルが発表された。主な改良点は下記の通り。改良の目玉であるハイブリッドはフォードとアイシンオータムウィンターの共同開発でエスケープ及びマリナーに搭載されているシステムを発展改良させたもの。アトキンソンサイクル化され。 最大156馬力を発生する 2500cc 自家4エンジンと106馬力を発生する東芝製電気モーターを組み合わせている。バッテリーはエスケープと同様、採用電気製、ニッケル、水素蓄電池を搭載。トランスミッションは CVT を搭載し、航続距離は 1120km 以上と実用性を確保している。またトヨタプリウス同様に、 電気モーターのみでの走行も可能で最高速度時速 75km を出すことが可能とされている。ありがとうございます。